中国側としては石破新内閣を歓迎し安定的な関係を築きたい意向ですが、両国の間に横たわる課題をどのように解決していくのかが問われる会談になると思います。このところ日中両国の間では懸案となっている日本産水産物の輸入停止措置の解除に向けた取り組みが始まるなど、対話を重ね問題を少しずつ解決しようとする機運が高まっています。中国としては次のアメリカの大統領が決まる前に日本との関係をできるだけ安定させることで対米外交に集中したい狙いがあるものとみられます。こうした中、大きな課題となっているのが中国の深セン市で日本人学校に通う男子児童が死亡した事件です。子どもの命が失われるという絶対にあってはならない事件に対し、中国政府は未だ事件の動機や再発防止策について何も説明しておらず、日本側の不信感を買っています。また中国軍機の領空侵犯など軍事的緊張が高まる事案も発生しており、中国としては日本との関係を安定させたいのか、それともそうではないのか、異なるメッセージを発しているのが現状です。まずはこの後行われる初めての首脳会談で日中双方がどのような発言をするのかに注目されます。